こちらのコーナーでは虹色デイズのようにキュンキュンした体験談や、またはキュンキュンできたはずなのにどうしてあんなっちゃったんだろうという失敗談をご紹介いたしますと、はい、もうこのコーナーは、はい、キュンキュン具合で言うともう 200% ぐらいでいつもやっているので、はい、当然、はい、メールの読み方もキュンキュン度合い上げていただきたいと思いますよ、はい、キュンキュン度合い上げるってどういうことですか。任せてください。ちょっと僕がやってみますね。お手本を見本、はい、ラジオネームあずみんさんからいただきました。ありがとうございます。はい。私がそういうこと今まで一番キュンキュンした出来事は、そっちか、好きな人と手がぶつかった時、お互い手を引っ込めて照れながらごめんって言い合って笑い合ったことです。今思えば本当に些細な出来事だったのですが、当時中学生だった私はその漫画みたいなシチュエーションにドキドキしました。虹色デイズのお話にもあったみたいに、いつか好きなこと観覧車に乗るのが私の密かな夢です。バカにしてるんですか。あずみんさんのこの違いますピュアな感じを、なんかピュアな感じできてたでしょ今。え、ピュア口でした今。ピュア口、完全に今ピュア口です。新しいピュア口拓也、ピュア口拓也です。ピュア口拓也でお届けだ。もうピュア山言いづらい。ピュア山もういいよ。ピュア山な、読んでください。わかりました。いいじゃないですか、これ好きな人ってぶつかあるよね。まあよくね、テンプレと言われるようなね、本屋さんとかですね、同じの あるあるすぎだね。 あるある。あんなことないよね。まあ、確かに。こんだけネットショッピングは全盛ですからね、なかなか。いや、やめろ、そういうことは。本屋でこんなね、探すってこともなかなかね。でもあれってさ、よく考えてみたらさ、うん、同じ本を取ろうとしたってことはさ、うん、趣味思考も同じなのかなっていうのもあるから、なんかよくできてるよね、うん、まあ、そうなんだよね。そっから始まる。うん。ま、僕でもね、本屋さんであるのよ、それ。え？わざと当たり屋的に。違う。当たり屋、やめなさい。人聞きが悪いぞ。来たドーンみたいな。違う。狙ってんじゃないよ。違います。あのね、女の子が高いところの本を取りたいみたいな感じで、こうやってて、でも取れなさそうだったから、うん、まあ僕、ひょいって取れるから、うん、あ、これですかって取ったら、女の人が、あ、違います。違った。余計なお世話だ。余計な、あ、ごめんなさいって言って返して、そのまますってね。え、で、どれですかってもう一回行けばよかった。いや、なんか多分迷ってたんだろうなと思って、もうごめん、なんか邪魔しちゃったなと思って、もう二度と声かけないと思って、そういう時って。それでいいんじゃない？関わらないと思って。うん。まあでもほら、中学とか高校とかだとさ、もうさ、うん、結構こう、女子との間って、離れてたよね、机って。ああ、そうだったかもしれない、うん、僕もそうだった。でも小学校の時って、ね、机つなげてるじゃん、男女で。そうなんですよ ね、まあ、それはあれですよ、うん、もうやっぱり男と女が意識し合う時代が来たんです、はい、いやもう本当にね、小学校の時、うん、好きな女の子が隣の席になった瞬間の歓喜具合、席替え超楽しみじゃなかった、小学校の子。違う、まあ、楽しみじゃなかったですか、うん、皆さん。まあまあ、楽しみだったかな。え、何、内山さん小学校の時はそんな女子あんま意識しない系男子、しないと装ってる系男子。人に好きな子を聞くのが大好きでした。今と差して変わってない。おい、変わんねえな、おい、なんだよ、その頃から。じゃああんまり自分にはそんなにあれだったんだね。うーん、どうだったかな。うん、松岡くんは。いや、ありましたよ、やっぱり。あ、で、好きな子、小学校の時に、はい、なんか学校で、うん、まあ、あの泊まって、うん、肝試しをやろうっていう。学校に泊まって肝試しをやろうって言って、はい、しかもそれをくじ引きでペアを決める。くじ引きでペア、あと漫画みたいだね、うん、あったんですよ、はいはいはい。で、うん、その当時、うん、すごい好きだった子が、うん、呼ばれてないんですよ、ほんと最後の最後まで。それが、で、それあれ、もう残ってんの4人じゃん。お、はいはいはい。どこまで行って。自分も含めて。やばい、はいはいはい、ってなって、はい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 、めちゃめちゃテンション上がって、はい、呼ばれて、うん、この番号はって思ったら、うん、全然違った。あ、4分の2まで来てたと思います。2分の1で外れちまったか。ああ。しかも相手男っていう。男女で分けてないの？男女で分けてないです。バカ野郎。バカ野郎。小学生でしょ。主催者を出せよ。小学生でしょ。あ、まあだからもう逃げ場が欲しいんだよね。え？だから例えば男女でなった時に、なんだよお前かよ、俺足が良かったしみたいな逃げ場所。必ずこう男女のペアだとちょっとなんかやだ男子と組むのとか女子と組むのやだよみたいな、うんうん、そういったものを
だから男女でも関わってる人とかいるんでしょ、ペアになってる人。そうそうそう、羨ましい。残念だったね。だからもう腹いせに二人で回ってる時に、はい、あの真っ暗じゃないですか、もう、はいはいはい、懐中電灯しか持ってない、うん、はい、そこで理科室回った瞬間に階段に向かって、はい、あそれはやりすぎ、しょうもな、なんその小学生あるな。でもびっくりさせないっていうのはあるかもしれないね。なんだろうね、なるほど。小学校の子楽しかったな。はい、続きましてお願いします、はい、ラジオネーム、はい、中ゆかさんからいただきました。ありがとうございます。私のキュンキュンした体験談を送りたいと思います。こういう中ゆかさん、こういう感じだった。それは、うんうん、私が大学生の時に、うん、男友達のバイクの後ろに乗せてもらったことです、うん、とても寒い冬の日で、うん、手袋をしていなかった私に、その男友達は、うんうん、手袋持ってない寒いやろ、ポケットに手入れていいでと言ってくれました。その男友達とは特に何もなかったのですが、うん、初めてバイクの後ろに乗せてもらい、うん、ポケットに手入れていいでと言ってくれたことにとてもキュンキュンしました。あー、おいおいおい、大学生よ、大学生よ、これ大人な感じです。大人な恋愛ですね。バイク二人乗りっていうの、バイクの二人乗りってさ、エロくない、エロくない。そうなんで、まあ体を密着させないと危ないもんね。いやいやいや、もう本当にだって、そう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 、要は体に密着しないと危ないじゃん。危ないよ。ケツのところにもさ、こう後ろのところに掴むところは、ね、多分用意されてるんだけど、ね、うん、あそこだけじゃこう不安定なのよ。怖いよね。怖いのよ。だから、うん、絶対こう胴にね、うん、こうやってなるんだけど、こうやってなると思うんだけど、うん、それをあえてですよ。あえてポッケに入れる。ポッケ、どこのポッケですか。なんか僕どこの上着かね。上着じゃないですか。上着のポッケ。ちょっとだってジーンズとかのさ、ポッケだったらちょっとなんか難しいよね。難しいし手首おかしくない。そうそう、そうそう、難しいし手首おかしくないし、男性側もちょっとそわそわしそうだなと思う、想像するに。上着でしょうな。コートとかでしょうね。後ろのポッケかもしれないですよ。あ、後ろ、いや、ジーンズの、ジーンズの後ろ、痛い痛い痛いってなるよ、お尻で踏まれて痛い痛いってなるよ。なるほどね。いいな。だからこういうのなんかできる、なんか大人な男になりたかったなって思ったよ。じゃあバイクの免許取ったら、マジで今かな、うんうん、ああバイクか、バイクか、うん、いや憧れはありますけれども、いや重そう、バイク、うん、二人乗りできるバイク重そう。あ、ビッグスクーターみたいな。そう、なんかこう持ち上げ、移動するのめんどくさそうってなっちゃう、うん、じゃあ諦めよう。終わった。中身ねえよなー、はい、次は、あ、内山さんよろしくお願いします。はい、あらラジオネームアミカさん。高校の時あちゃらい、一個上の先輩に、こいつは遊んでんぞ。2年間片思いしていました。遊び人だぞこれは。その先輩はとても人気者で、うん、他校に彼女さんもいるし、アーシュは一切話しかけることも、近づくこともできず見ているだけ。しかし、うん、文化祭のちょっとしたきっかけで、先輩と仲良くなることができて、かっこ、早、うん、よくば、先輩の卒業式の日に、制服のネクタイが欲しいと思っていました。かっこ笑い。卒業式当日、放課後に先輩を呼び出した時には、うん、もうネクタイをしていなかったので、うん、もう、誰かにもらわれちゃったか、と思っていたら、先輩が、目、つむって、というので、言われた通りにすると、先輩が自分のネクタイを私の首にかけてくれたのです。びっくりしていると、先輩が、びっくりさせようと思って、ポッケに入れて隠しておいた。これと、ニコッと笑ってくれました。先輩そういう感じなんだ、ね。結局自分の気持ちは伝えられず、あれから6年くらい経ちますが、今でもそのネクタイは私の宝物です。小学生みたいになってきて、どんどん腹立つ感じになってきたけど、遊び人で来ましたけどね。ちょっと待って。ちょっと俺読んでて内容が全然入ってこない。なんだっけ。言った本人が、いや、これ1個上の先輩でしょ、2年間片思いなさっていたと。で、その先輩はとっても人気者、はい、彼女さんもいるんだ。これですよ。え、何、ここです。皆さん注目していただきたい。わかりました、はい、他校に
彼女がいる？だから直江剛さんパターンです。過去に彼女が。せやな。はい。ゆきりんという。ゆきりんがいるのにもかかわらず。なるず。まあ好きになっちゃうでしょうがないから、でもちょっとしたきっかけで仲良くなって。うん。呼び出した。こう、卒業式当日ってことは、まあまあまあ、1年ぐらい経ってんのかな ?1、2年経ってんのかな、わかんないけど。その時果たして、彼には彼女いた？ああ、なるほど。わかんないよね、そればっかりは。これ、ことと次第によっては、うん、やばい案件ですよ、これ。いやー、バレなきゃいいんですよ。いやいや、内山さん、内山さんは何キャラなんですか？人の話ですから。そうそう。バレなきゃいいんですよ。やめなさい、やめなさい。バレなきゃ。なんで先輩ネクタイを欲しいって分かったんですかね。いや、それはもう、なんかこう、伝統なんじゃないの？こう、ネクタイどうのっていう。あ、なるほど。第二ボタンみたいな。でも、特別でしょ？ネクタイなんて、うん。それでさ、まあ仲良くなって、そっからイチャイチャしてたんでしょ？え、ちょっと待って話の飛躍が早いよ。ネクタイをしていなかったから、そうそう、目つむってって言う。ほら、目つむってじゃねえよ。いやいやいや、なんなんこれ、ことと次第によってはこれなんですか、やばい案件ですよこれ。だ大丈夫ですよ、バレなきゃいいんですよ。だからそれはバレなきゃダメ、バレなくてもダメなんですよ。バレなきゃいいんですよ。まあまあでもね、いい思い出になっているということは、そんな修羅場もなく、そうだよ、過ごせていたということですから。自分の気持ちは伝えられなかったんだね。ああ、そうね。まあでも、ねえ、やっぱり、こう伝えないとね、なかなかこう、こう消化されない部分があるから。まあでもそれもいいのか、甘酸っぱいのか。そうですよ。そういうのがいいのか。そのネクタイで私を縛って。いやいやいや、飛躍しすぎだろそれこそ。ケイチさんパターン、ケイチさんケイチパターンだったり、ケイチパターンだったり、もうややこしいな、もう。なるほどね、本当にもう。ということで、以上虹色メモリーズのコーナーでした。投稿待ってまーす。